きなさんシリーズ10です。当初から決まっていた2枚目シングルが急遽変更されます。それは1枚目シングルのセールス不振によるものでした。明菜さんの歌唱力を生かしたバラード路線とは全く違うイメージの曲が選ばれました。それが少女 A。 そんな少女 A はどのようにして仕上がっていったのでしょうか。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしていってます。楽しんでいただけたならチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な情報や皆さん独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらも楽しんでいただけますよ。では行きます。中森明菜プロジェクトのスタッフたちはデビューを控えた明菜さんのアルバムに入れるための曲を多くの作詞家や作曲家からコンペ形式で楽曲を募ったのでした。その情報を知った瓜野正夫さんはコンペ形式で参加します。瓜野さんは当時はまだ駆け出しの新人作詞家で元広告代理店のコピーライターだったのですが、その前年81年に後のラッツ&スターと改名される当時のグループ名シャネルズのアルバム内の何曲かで作詞家デビューしたばかりでした。明菜さんのコンペに瓜野さんが参加した作品の中の一曲にロリータという題名で、すでにニューミュージック調のメロディーがついた楽曲がありました。この曲、あの沢田研二さんに以前書き下ろしてボツになった曲でした。瓜野さんがヨーロッパ映画に憧れて書いたこのロリータという詩、歌詞の内容は歌うはずだった沢田研二さんがプールサイドから少女を上目遣いに見ているという歌詞だったんです。この歌詞をワーナーのスタッフが大変気に入って歌詞だけを残しましょうということになって、曲だけ別のメロディーをつけてくださいとワーナーから依頼されたのでした。瓜野さんが当時所属していた事務所には作曲家も何人か所属していて、その中の一人芹沢弘明さんという作曲家がいて、すでに出来上がっていた彼の作曲した作品のストック3曲を持ってワーナーに打ち合わせに行きました。この芹沢さん、グループサウンズの時代からバックバンドや番組で演奏したりしてきたミュージシャンでした。ワーナーレコードで待っていたのは明菜さん担当のレコーディングディレクターの島田さんでした。そこで聞いたデモテープは3曲ともマイナー調の8ビートの曲で、芹沢さんがギター1本で歌っているものでした。島田さんと瓜野さんたちは3曲のうちでどれが瓜野さんの歌詞に合うか話を詰めていきます。その中でこのメロディーならこの詞が合いそうだと彼らが決断した1曲は、3曲のうちそれだけ歌詞がついていて曲名がシャガールの絵という曲でした。この曲もメロディーのみを採用したので、瓜野さんが沢田さん用にすでに完成した歌詞を男女の視点を入れ替えて新たに中森明菜バージョンとして書き換えて、今度は芹沢さんのすでに完成していたメロディーにはめ直すという珍しい作業をすることになりました。瓜野さん、明菜さん本人には直接会うことはなく、明菜さんのチラシを1枚もらって創作に入りました。彼はアイドルの人に歌詞を書くのはそれが初めてで、どうせ書くのなら変わったものを書きたいなというコピーライター的な本能がありました。新聞を見ていて少女 A っていうタイトルだと面白いだろうなと思って、さらに過激なタイトルを用意しました。それは少女 A かっこ16。まずタイトルから出来上がってから書いていくのでした。作詞の瓜野さん曰く、このはめ込み作業あっけないほどまるで難しくなくて、奇跡的と言っていいぐらい曲に詞がうまくはまったのです。曲と詞どちらも A メロが長くてサビがシンプルという全体の構成が似ていたそうなんです。瓜野さんがシンプルだったというその芹沢さんの作ったサビのメロディーには、もともとの歌詞ではねえあなた、ねえあなたと2回繰り返すサビの歌詞がついていました。やたらに印象的なこの部分が曲の肝なんだろうと思った瓜野さん、サビの書き方を勉強しようと思って歌本を開いて過去のヒット曲を参考にしていくのでした。ほとんどは役に立たなかったのですが、山口百恵さんに歌詞をたくさん提供していた秋陽子さんが書いたサビの書き方だけが完璧に参考になったのです。女性が短歌を切る、捨て台詞を言うという秋陽子作品からインスピレーションを頂戴して、じれったいじれったいって書き上げたのでした。その次の回のミーティングには作曲の芹沢さんも来て、
では実際に歌詞と曲を合わせて歌うということになりました。その曲は芹沢さんが半年前に書いた曲だったので、芹沢さん自身あまり覚えていなくて、その場で譜面を見てギターを弾いて合わせたそうです。細かい部分を微調整していって、10分後には一つの楽曲として出来上がって、ついにこの場であの少女 A が完成したのでした。当時は作家としてまだまだ無名だった芹沢博明さんと売野雅勇さんが、後にチェッカーズの曲でも組むことになる2人の運命の出会いの日のお話でした。その後事務所の方針でタイトル少女 A かっこ16はさすがに新聞記事みたいだからということで、かっこ16という年齢の部分は外されることになりました。さらにレコーディングディレクターの島田さんは、売野さんが書いた歌詞1番と2番を入れ替えて、結果的に歌い出しの部分を上目遣いに盗んで見ているにして、より刺激的な印象にするのでした。あと明菜さんの年齢に合わせて歌詞の中の16歳という部分を17歳に変えました。アレンジは山口百恵さんのプレイバックパート2や木綿のハンカチーフで有名なベテランの萩田光雄さんが手掛けて、ギターがうなるような印象的なイントロが完成するのでした。まさに試行錯誤の中で完成した少女 A でしたが、作詞の売野雅勇さんは、まさかこの作品が売野さんの出世作になるとはこの時には夢にも思っていませんでした。この少女 A 以降も2分の1の神話や禁句や10回など、初期の明菜さんの突っ張りイメージを決定づける曲を後々作詞していくことになります。このように膨大な楽曲のストックの中から、さまざまな人たちのところを行き来しながら、ついに出来上がってきた少女 A でした。時は明菜さんのデビュー前、いろんな曲のレコーディングの時期、ファーストシングル候補曲やアルバムに入れる曲などを録音している中、ワーナーの明菜さん担当のレコーディングディレクター島田さんは、出来たてほやほやの少女 A の仮歌を明菜さんに初めて聴かせたのでした。すると明菜さん、曲を聴きながら表情がみるみる険しくなっていくのでした。ついには明菜さん口を開きました。やだよこんなの、歌いたくない、なぜこんな歌を私に歌わせるのか理解できない、この少女 A ってタイトル、明菜のイニシャルの A って言いたいの、いやだ絶対に歌わない、明菜さんは声を荒げたと言います。明菜さんはこの曲少女 A をどうしても気に入らず、レコーディングを固くなに拒否するのでした。もともと彼女はスローモーションのようなバラード曲を好んでいたというのもあったのですが、理由は別にあったようです。それはタイトル少女 A の A について、明菜さんが自分の名前のイニシャルだと思い込んでしまって、自分の私生活を誤解する人がいると言って拒んだという事情があったのです。作詞した売野雅勇さんとしては、そんな明菜さんへの当て書きではなく、新聞の社会面に載るような一般的な呼び方としての少女 A だったんです。確かに当時10代の明菜さんにとっては強烈に刺激的な歌詞だったでしょうし、彼女自身は性格的にも繊細でしたし、嫌なことははっきりと感情に表す方だったので、余計にそう思ったのかもしれないと当時のワーナーの宣伝スタッフが振り返っていました。そういったこともあって、レコーディングスタジオの現場は困惑していました。だからといって中止するわけにはいかない。その後、歌え歌わないの口論は続きます。新人歌手でありながら、用意された曲を、この曲は私に合わないと自分のビジョンを明確に伝える明菜さん、どうしても歌いたくないと言い張ったのですが、時間をかけてなだめすかして、やっとのことでマイクの前に立たせることに成功します。しかし結局明菜さん、不機嫌な状態でテストレコーディングを始めます。ディレクター島田さんは明菜さんに何度もダメ出しをしてしまうと、明菜さんがブチ切れて帰ってしまうと思って、歌い入れ本番の前のテスト段階の1回目から全て本人には内緒で録音を始めていたのです。そうとも知らない明菜さんは、無然とした態度は変わることなく、テストレコーディングが行われていきます。ディレクター島田さんとしては、もう少し良いテイクを録音しておきたい、明菜さんの強情な性格を知り尽くしていたディレクター島田さん、途中で一か八か機嫌な明菜さんに逆に仕掛けに出るのでした。今の歌い方なら聞いていても何も面白くない、この明菜さんへの発言、下手すれば彼女を逆上させかねない。しかしレコーディングの責任者として、中途半端なものを世に出すわけにはいかない、このままデビュー前の少女のご機嫌に振り回されている場合ではない、いやしかしなかなかの手強い相手である。
島田さん覚悟を決めてこう付け加えます。一回だけ歌ってくれればたとえ失敗しても取り直しはしないと約束するのでした。明菜さんの強情さ、真面目さ、歌の底力を信じて島田さんは本番一発のみにかけるのでした。するとそう言われた明菜さん、その歌に対する怒りのエネルギーを大爆発させて最終的にたった一発で文句のつけようのない表現力の豊かな歌いっぷりを見せて島田さんたちを納得させてしまったと言います。曲がヒットしたわけでもない、まだデビューさえもしてない新人歌手は物おじもせず自分の思い描く明確なビジョンをストレートに大人たちにぶつけてくる。そんなスターの原石に巨額の予算を投じてその少女をスターに押し上げる責任を負った男たちのドタバタバトル劇でした。それはデビュー前のレコーディングの時のお話で、その後デビューシングルスローモーションをリリースして初登場58位と投じた予算の割には振るわない結果を残すこととなって、これが理由で当初予定していたしっとり系バラード路線の第2弾シングルを変更せざるを得なくなるのです。あそこまで嫌がった少女 A のシングル化を嬉しく思わない明菜さんでしたが、その決断をしたのはワーナーの統括プロデューサー寺林さんの意向だったということで、本人もしぶしぶ納得したようです。何しろ寺林さんの指示は絶対だったのです。明菜さん自身もそこを十分分かっていたようで、自分の考えや意見をはっきりと言うだけでなく一方では柔軟な考えも持ち合わせていました。それはやはり根底には寺林さんとの信頼があったのだと言われています。続く。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたならチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な情報や皆さんの独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらも楽しんでいただけますよ。